さあ、チクチョショー、アメリーどうも、アメリーです。じゃあ、助けめちっきりってことで、よっしゃ、今から床組みをしていこうと思います。初めてやんだけどね、なんかまるで教えるみたいな雰囲気でやってるじゃん。初めてまず糸を張り巡らして、その支える使い石を置く場所を決めていくんだよな、太い材料がこの短い方にこうやって入ってるな、大引きっつって太い材料が入って、で今度細い材料がそのこの投げ横の向きで入っていく。でその上に床いたいなってことで、よしやっていこう。やっていこう。うわ楽しみ、楽しみ、楽しい。よっしゃ。はい、余裕だ。完璧。ってことで、一応使う立てるための石の準備は OK で、やっと終わったな。今度から床の下地になる大引きを、そう、太い木をこう通すためのこれをね、言葉ですね、乗っけるっていう金物買ったんで、ちょっと付けていきましょう。ちょい簡単だし安い。ってことで、大引き受け金具140合わせてねえかも。ちょっとやってみよう。きったねこれ、きったね。うわ、紙ちょっとあれでやりたいもん。やる、おまこでこすろう。やばこれ。うん、魔法みたいな。おまじないみたいな。あ、できるやろな。今日はシー君がずっとずっとやりたかった、そう、これさ、床下にさ、青森ヒバのカンナクズ巻いてみたいって思っててさ、ずっと青森ヒバは香りが強いのももちろんなんだけど、すげえ虫寄せ付けなかったり防カビ効果あったり、すげえ腐んないんだよね、普通の時に。だからさ、それ床下に巻いたらまあ最高ってことじゃない。
ことで、おったわ。床が。床張りやっと終わった。早いぞ。こっからは。ってことで。うん、ああ、床あることでも結構違うね。全然違う。よし、そうだな。次は間仕切り編。間仕切り編っていうか事務室編か。事務室編だな。次からこっちのこの入って一番奥のこの角に角に仕事で長くなる。何やってました。何日かかったかな。もうちょっと数えることもやめたけど。ということで、はい、調子どうだった？勉強だった。頑張ろう。今日もまた。だな。チャンネル登録よろしくお願いします。